ただ数こなすだけやったら絶対悪い癖つくんで、うん、僕がよく言うのは数はあんまり言わないです。僕は100って決めて適当に100振ってもやっぱ意味ないじゃないですか、はい、もう50回ぐらいでまず適当になって80回ぐらいでもう一回やりますからね。それやったらわかるわ。めっちゃどうもワンちゃんです。そしてワンちゃんです。違います、吉田さんです。お願いします。お願いします。お久しぶりです。はい、そんな吉田さんですが、まあ、守備の動画とか、送球の動画とか、インスタグラム、YouTube チャンネルもやられてますので、そちらもぜひ見てください。子供たちは、まあ、バス戦行ったりもすると思うけど、基本で家の前で素振りが多いと思うんですよね。素振りをする上で、どういう素振りをすればいいのか。どこを意識して、まあ、お父さんお母さんもそうやけど、はい、どこを意識して素振りをすると、効率のいい素振りになるのかっていうのを、ちょっと教えてほしいです。結構、やっぱり多いのが、このもう、当たるポイントばっかりを見てこうやって素振りしてる子が多いんです。うんうんうん。あ、ちょっとダメな素振りやってください。ダメな素振り、まあここで当てたい、はい、イメージはしてます。ここで当てたい。ずっとそこ見てる、はい、それなんであかんかっていうと、ここ見てたら絶対こう猫背になっていくんですよ。だからこういう素振りしてる子ってこう体もこう顔も近づいていく素振りしてスイングしてる子が多いですね。へー。だから僕一番最初に家でこうやって素振りした方がいいよっていう時は、まずピッチャーをしっかり見る、目標をしっかり決める、でそこに対してステップとかもですけど、しっかり自分でまっすぐステップするようにして、当たる瞬間にしっかり自分を捉えたいところをこう見て素振りするっていうのは絶対一番最初に言います。目線、まずは目線、目線、イメージ、あとははい、もうおると思ってってことです。そうですね、ピッチャーがしっかりタイミング取って体をピッチャーに対してこう構えるんで、こう構えないんで、あー確かにそこでフォームが崩れる可能性もあるってことです、はい、でここ見てたらこうクロスステップになって打ちに行くしとか、いろいろあかんことがあると思うんで、ちょっと遊び感覚入れて思うかもしれないですね。山本由伸と勝負してるみたいな。ああ、それめっちゃいいと思うんです。で素振りって自分で結果決めれるんで、ホームラン打ちたいと思ったらホームラン打てるじゃないですか。はい、それが僕はめっちゃいい練習だと思います。おー、なるほど。誰もセカンドゴロ打ちに行く練習しないじゃん。そうですね、イメージも良くなるし、例えば外のインコースから甘く入ってきたスライダーを我慢してパーンって打てたっていうことをイメージしてれば、はい、試合で来てもそう動くと思うんですよ。あー確かに、それめっちゃいい練習やと思います。コースで考えてもいいですよね。少年野球、九州多分少年野球ないから。あ、そうですね、高め来たとか、ピッチャー、はい、速いピッチャー遅いピッチャーとか、そうですね、そういうのでイメージしながら素振りするとスイングもそれにこう合ったスイングになってくる。あー、そうですね、ここの時はここにこう打てばいいっていうのが自分の中で掴めてくると思います。それに関して言うと真ん中だけしか素振りしないとか、はい、そういう子もいるんで、うん、外角低め、外角高め、低めとかあるじゃないですか、うん、ああいうイメージを持ってちゃんと素振りしやろうな。でもそうなると、はい、必然的に500回は振れないですよね、いろいろ考えてやると。そうですね、数はあんまり言わないです僕は。へー。100って決めて適当に100振ってもやっぱ意味ないじゃないですか、はい、もう50回ぐらいでまず適当になって80回ぐらいでもう一回やりますからね。それやったらわかるわ。めっちゃ自分がもうこれ以上しんどいから無理やって思うところまで、とそれが10回やったら10回でいいし、しんどくなって上手くなるっていう人もいますけど、はい、じゃあしんどくなってきて集中力切れてきて、まあ僕も昔ありましたけど、はい、ただ数こなすだけやったら絶対悪い癖つくんで、うん、僕がよく言うのは1日10回でもいいから毎日やろうって、コツコツやるのが大事かな。じゃあ多分ワンチャンネルはその少年野球の子も見てくれてるのも多いですし、はい、お父さんお母さんも多いんですよ、はい、で大体そういう素振りとかってお父さんかお母さんがまあなんかそばにいるじゃないですか。ああ、トスしたりとか、ね、はい、息子とする素振りに関してお父さんとお母さんが気をつけた方がいいポイントってあります？まあ、いろんなお父さんがおると思うんですけど、はい、これだけはやめとった方がいいよみたいな、気をつけた方がいいみたいな。僕が思うのは、はい、楽しませてあげた方が、あ、まあ、なんかね、やっぱりその家の育て方とかも多分あると思いますけど、はい、こう前向きになれるような、あ、今の入ったホームランやなみたいな、はい、そういう方がこう自分乗ってくるから、うんうん、いいんちゃうかな。で勝手にじゃあ回数も増えていくし、ね、もっとやりたいってなりそうね。あとまあその練習を見てるんであれば動画撮ってあげてほしいです。で一緒に見る。そうですね、じゃあここはこうなってるな、自分ではこう出してるつもりやのに、うん、動画見たらこうなってる、
っていうのは分かった方が絶対効率いいと思うんで、僕いいですか、はい、僕あの職業保育士なんですけど、はい、結構野球やってる人ってさっき答え言うじゃないですか、はい、開きすぎとか、はいはい、ここがあかんとか、まず聞いてほしいですよね、どう思うか、そうですね、動画を見て、はい、どう思うか聞いて子供なりの答えが自分で考えるじゃないですか、そこで、はい、多分その私生活も一緒だと思うんですけど、子供に対して怒るとか、ね、どう思うっていう言葉はめっちゃ大事だなと思って、はい、間違いないです、僕も答え言わないし、絶対どうって考えさせて、その上で、まあ、僕はこう思うっていうのを言って、それに対してもまた考えてもらいます。あ、やっぱその言葉のコミュニケーションってやっぱ大事ですよね。あと考えずにできたことって多分身にならないんで、例えば調子いい時はこういうことを考えてた、うんうんうん、こういう動きをしてたっていうのが分かれば戻りやすいじゃないですか、はいはい、なんで調子いいんですかって言われてちょっと分かりませんってなったら絶対調子悪くなった時にまた戻ってくるのに時間かかるんで、そういうことはよく言います。それでも大人もそうです ね、 そうですね、草野球でも、はい、後付けでもいいから理由を考えるっていうのは大事なんですか。そうですね、その今思ったらこうかもみたいな、で動画見て、あ、やっぱそうやみたいな。あ、そうですね。ということで、お父さんお母さん気をつけてください。答えすぐ言わない。あと、あ、動画撮る。今もうすぐ撮れますもんね。スマホあれば。そうっす。やっぱインスタグラムで子供の日記みたいにつけてる人もいれば、まあ、YouTube なんて非公開やったら誰にも見られないけど、一生残るんで、YouTube のアカウント作って子供の成長記録をパン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 って限定公開とか非公開で載せておったら、容量も消しても YouTube には残ってるから、そういうのもありかなって個人的には思うんですけど。ということで、今回はバッティング素振りの間違いというか、まあこうやった方が実践向きっていう講座、ありがとうございます。ありがとうございます。吉田さんもっと細かい部分で野球教室でそういうところを指導されてるってことですね。そうですね、まあ、その選手に合った、はい、まあ、打ち方であったりとか、そういうところ。じゃあ一斉に指導はしないですか。その一応グループではやってますけど、まあ、少人数で、はい、あ、全員に対して強制みたいなはしてないです。やっぱ人みんなはこういう、みんなこういう打ち方しなさいじゃなくて、はい、小グループでディスカッションしながらその子に合ったバッティングをみたいな、はい、俺らの時にはなかったっすね、そういうのは。やっぱ吉田さんは野球教室もやられてるし、インスタグラムもね、バッティングのこととか、はい、こう簡潔に分かりやすく、そうです、ね、見やすいです、あれ書いてるんだよ、はい、めちゃくちゃ見やすい。概要欄に貼ってるんで、はい、よし、興味がある方はぜひ見てください。じゃあ吉田さん、ありがとうございました。まずはじゃあ少年野球でよくあるダメなパターンをお願いします。わかりました。スイングでよくあるのは、はい、おお。草野球ワンチャンネル、チャンネル登録、チャンネル登録、チャンネル登録、めっちゃいいやん。